湘南純愛組最強は俺だ1位から30位。30位、町田、元高校チャンプのボクサー。29位、日野賢吉、雄二が栄吉と知り合う前に射程となった男。28位、津本克幸、中学時代は目のあった相手を殴ることからメデューサと呼ばれ、何度か栄吉に喧嘩を打ったことがある。27位、塚井剛、最初に鬼爆の下についた男。江ノ島四中時代は中条の下で幹部クラスだった。26位、阿部寛、ナンパを得意とする、数分で女を口説き落とすテクを持っている。25位、田村明光、鎌倉殺戮部隊の初代特隊で、克幸からは唇ゲルゲと言われている。24位、冴島敏行、鬼爆コンビが転校する前から辻子で幅を引かせていた鎌倉の狂犬の片割れ。23位、榊阿修羅、サンドバッグ榊と呼ばれている父親の血を敷いているせいか、異常なほどに打たれ強い。22位、竹澤明、平塚伊達店三代目総長。21位、大久保光昭、とにかく卑怯な性格で相手の弱みにつけ入り、勝つための手段を選ばない。20位、大坪、極高高校3年のリーダー格、新道寺が起こした抗争のことで栄吉らに謝罪した。19位、馬内瑞希、横浜騎兵の生き残り、口に引っかき傷がありマスクでそれを隠している。18位、根津明、初代ミッドナイトエンジェル特待、ダンマが中学生だったがボコボコにして倒す。17位、鎌田純、日米のハーフであり冴島とともに鎌倉の狂犬として恐れられていた。16位、柏谷淳二、ブルーローズのリーダーで神奈川県最大の暴力団の跡取り。15位、上位、心臓停止状態になったのをきっかけに痛みを感じない体になってしまった。14位、新道寺文也、事実上学年のトップ、自称料理の名人でありシチューが得意らしい。13位、中垣、横浜騎兵の生き残りの一人、横浜の8つの族をたった2人で支配下に収めた。12位、上島俊樹、かつて2代目ミッドナイトエンジェルの稲村支部を収めていた。11位、青木真冬、亡き兄の敵を討つためビッグウェーブアイリーンに挑むサーファー、喧嘩も強い。10位、阿久津ジュニア、ミッドナイトエンジェル2代目総長、第1次第2次湘南戦争を引き起こした諜報員。9位、御堂寺学、ミッドナイトエンジェル初代特隊、阿久津から恐れられていることからかなりの実力者であることが推測される。8位、水木スミス夏樹、鎌田の幼なじみ、暴走族横浜騎兵のメンバーを10人死なせている。7位、中条くんと、かつて2代目ミッドナイトエンジェルの江ノ島支部を治めていた、パンチで相手を何メートルも飛ばしたこともある。6位、正木恭介、ミッドナイトエンジェル初代総長、スピードキングと呼ばれ伝説的な存在、しかしバイク事故で死んだ。5位、 BJNAVY の格闘教官、恐ろしくパワーがある。4位、段間隆二、栄吉とともに数々の死闘をくぐり抜けてきた、通称爆弾隆二。3位、鬼塚栄吉、通称鬼の栄吉、続編である GTO では中等部の教師になり主人公を務める。2位、南野陽子、栄吉たちの担任、実戦空手5段で熊殺しの剣士郎の異名を持ち、体には北斗七星がある。1位、
極め座はウサギ。本作の中でも一二を争う最強の男。トイレではうんこは流さない主義らしい。ご視聴ありがとうございました。